あ、でもその靴下の管理方法でちょっと聞きたいんですけど、同じ種類のものを買った方が管理しやすいのか、別にした方が管理しやすいのか、それどっちなんですかね。それはもうなんかその方の生活スタイルかなって思っていて、はあはあはあ。うちの夫とかは仕事は、黒の某ブランド、ファストファッションブランドの靴下を履くって決めていて、で、それを毎回4足セットを買ってきて置いておいて、1足破れたら追加してっていうのをずっとしてて、プライベート用はプライベート用で、靴下を2、3足ぐらい持ってて、またそれとは別にランニング用も持ってますもんね。いや、なんか例えばそのビジネス用で、まあ、例えば4足セットとかあるじゃないですか。で、4足セットでよく色違いで4足になってるのとかあるじゃないですか。色違いの4足を買う方がいいのか、もう全部1色の方がいいのか、どっちが管理しやすいのかが。もうそこって認識能力だと思うんですよね、個人的には。いや、なんか初めは例えば、まあ、極端な話ですけど、赤と青と黄色で全部同じ形の靴下があれば、もう一目でペアが分かるじゃないですか。ああ、そうですね。で、なんか今日は青使ったから今日は黄色、今日は青みたいになるじゃないですか。だけどそうするとやっぱりなくなった時に組み合わせられなくなるんですよ。ああ、そしたら、そういう時は、例えば赤、黄色、青ってなった時には、赤がなくなったら、赤の代わりの一足だけを買えばいいと思うんですよそういね。うことか。いや、それで僕は前、3足、あえて色違いフォーメーションにしてたんですよ。その方がいいのかなと。でもそしたら、やっぱなくなるわけですよ。で、これってもしかして、色違いにするんじゃなくて、全部同じ色にしとけば、どう組み合わせてもいいわけじゃないですか。右と左関係ないってことですよね。さあ、要は右左さえ合っていれば、例えば同じ色だから、同じ色の A さん、A と A じゃなくて、もう A と B で、もう B で。右と左さえ合えばいいわけじゃないですか。だから同じ色の方がいいんじゃねみたいになって、変えたんですよ、オペレーション。そこはやっぱり管理がしやすいのは一色かもしれないです。長持ちっていう点でって言ったら変ですけど。でもですよ、一色にしたら大変なんですよ、全部一緒に見えるから。で、そこでやっぱり数の理論が必要になってくると思います。3そう。足をこう定期的に使って、なんていうんですかね、消耗させていくっていう言い方変ですけど、黒だと色が変わってくるじゃないですか。なんで、色がちょっと変わってきたなぐらいを目安に変えるとかでもいいです。破れる前にですね。そう、そしてそこで気づいてしまったわけですよ。同じ色だと、まあ、どういう組み合わせでもできるから便利なんですけど、そうすると最近買ったものと古く買ったものの組み合わせで履いちゃうことが出てくるんですよ。そうすると、なんか捨てるに捨てれないってこと、古いものと古いものが見つからなくなったり、だから分かりました、だからですね。何足買おうが同じ種類だろうが、引き出しには例えば3足だけにして、例えば後の予備で買った、例えば5足とか7足とか、もうそれは基本使わないにしといて、この3足でずっと回してって、で、予備で足していけば、7そうで足とすかね。10足全部出しちゃうから、もうなんか片足だけとか古いのと新しいのとか、その、いや、右と左がだからすぐ分かんないですよ。わ かります。わかんないことがわかります。で、しかだから。も僕の場合はですけども、5本指にしちゃったんですよ。前は5本指じゃなかったから、まあ極端な話、右と左が右右で履いてても、まあなんとなく履けちゃうのはありますけあど、ります。5本指だから絶対それはできないんですよ。そうすると、この5本指を
もう多分14、15足ぐらいあるんですけど、そので同じ色で、そこから右と左を探し出すのがすごい大変で、多すぎるんだ、そもそも。あ、多分多すぎると思います。1軍を入れとくところに多すぎるんだと思います。そう、1軍に全部入れちゃってるから。で、試合に出る人数って、まあ、1週間ぐらいを単位にしてもらうと決まってると思うんですよ。いやー、分かった。いやー、だからもう大変なんですよ。靴下をいつも1週間に1回ぐらい、もう全部1つに入ってるんですけど、だからいっぱいあるから、それをまた、この右と左に仕分けして、で、まあ、一応なんとなく履いた時期が一緒っぽい劣化度で組み合わせていくみたいなことをやってると、でも片方しかないみたいなのが出てきて、だからその1軍ケースに多すぎるんだ。大量に最初言ったたくさん量が入ってるっていうお話のところでいくと、消耗ができてないんですよね、消費が。均等に消費ができてない。3足だと均等にできていくんですよ。そっか。消耗させていくというと変ですけど、たくさん10足あると、まあ、月、例えば30日としたら、3回分ずつしか消費していかないので、そう考えると10足やっぱ多いっすよね。私はちょっと大変かなと思います、毎10日足。履いても1ヶ月に3回しか履かないんだったら10足いらないっすよね。かけるプラス、あと12回ってことなんで、年間でどれだけ消耗するかっていうところを考えても、おそらく穴が開くほどの消耗ではないと思うんですよ。そうだよね。ただそう、あれが、僕の場合はあれがいけなくて、要は、例えば4日間とかどっか地方に行きますみたいなことがあるわけじゃないですか。そうすると、やっぱり4泊5日だと、やっぱ5足必要になるんですよね。で、それがあると結局、5足もうずっと洗わずに遠征で持っていくと、すぐ洗えないからみたいになって、だから多めに買っとくみたいなのが、あるという、そそこもちこゃんと分けと私、きゃいいんですそう、ね。そうですね、私だったら今の理論でいくと、1軍の中に靴下があって、要は遠征用に5足あるとして、遠征用で行って遠征帰ってきた5足は在庫に入れとくと思います。それですね。だから要は、一般用に遠征する時もあるからって言って、多めにしてるから、僕は多分混乱状態になってて。いや、だからその遠征に行くときは遠征用の在庫から出し入れして、一般用はそんなに使わないんだから、それはもう3足とかぐらいにしとけば。消耗ができると思います。で、一般用が破けても、次は新品じゃなくて、その遠征用から出すと消耗ができると思います。なんで、遠征用に新品を追加した方が、なるほどね。そうすると、ローテーションがうまくいくってそうこでとす、でそうです。す。なるほど。すごいな。ちょっと、僕今もうこんな箱に多分十そうです。何ぐらい入ってると思います。いやー、ちょっと今日からちょっとまず1軍、2軍に分けます。で、1軍をできるだけ少なくする。でも、これだけやれば、かなり探楽すで手間す。とかね。いやー、いいこと聞いたな。いや、こんな風にですね、今永さんに話を聞くと、俺は一切僕の靴下の収納とかも見ず、そうですただね。の話だけで解決できるという、これが新しいオンライン片付けのやり方ですよ。で、ほら、なんか僕、オンライン片付けっていうと、じゃあ、まずほら、靴下の棚見せてくださいみたいにやって、いや、なんかその収納、こっちに仕切りをつけてくださいみたいなのをオンラインでやるのかなと思って、そうじゃなくて、何足あるんですかとか、誰が何用にとか、もう口頭で聞いていって、状況を聞いていけば、もう方法論がわかるってことですね。そうですね。例えば、定期的にオンラインレッスンを受けてくださっ
る方はやっぱり間取りとかお写真をいただいて、うん、より詳しく正確にそっかどういう、ね、どういう一人じゃ今言っても本当にできてるのか問題があるから、じゃあ笠子さん本当に1軍と2軍分けたんですか、写真送ってくださいみたいな、その分け方ダメですよ、なんか隣同士で仕切りぐらいだと靴下は越境してくるから、越境 ね多分完全に引き出しを分けたりとかにしないと、ね、あと隣同士の引き出しだとどっちが1軍か2軍か分かんなくなってぐちょぐちょになるから、完全に場所を分けた方が、そういう具体的なことはできるとですね、はい、なるほどね、いやー靴下問題これ解決しそうですね、よかったです。あというわけで、あのオンライン片付けをご希望の方は今永さんにあの概要欄にあのリンクを貼っておきますので、オンライン片付けをちょっと受けてみたい方はそちらにご覧いただければと思います。よろしくお願いします。あそんな感じであの靴下理論の話ということで、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。Thank you.